本能覚醒、吠える。はっ。王者の中の王者、地を吠える。よし、いける。はあ、ジュオファイナル。ああ、うお、ブハー。ギニス様から抽出したエネルギーです。無駄遣いせねえよ、励みなさい。サンキューナオリオ。こんにちは、変形合体です。今日はガシャポンのリアルチェンジ獣王者の第4弾を紹介します。まず1番はホエールチェンジガンです。こんな状態で入ってます。シールは2枚だけです。貼り終わりました。かなり再現度が高くて変形もできます。さすがにちょっとトリガーは引けないんですが、このポンプアクションの部分ですね、ここはちゃんとスプリングで元に戻ります。これ素晴らしいですね。食玩と並べるとこんな感じです。こっちが200円で、こっちが300円の2個分なので合計600円です。まあ、ちょっとまあここの白はありませんけど、なんか塗ったらいいと思います。ガンモードで並べるとこんな感じです。食玩の時はここが赤じゃなくて、これがシールで白いパーツだったんですが、ガシャポンのこう、まあ、もともとこれが赤ですね。この赤の成型色なので、色分けが素晴らしいですね。で、ゴールドを塗ってますね。赤にゴールドを塗ってます。そしてこの白い部分も塗装されていて、ここもゴールドですね。塗り分けが本当素晴らしいです。これは完全に当たりですね。2番はコンティニューメダルです。こんな感じで入ってます。袋から出しました。特にシールとかないです。ここの部分がクリアパーツで綺麗です。で、この型が透けて見えます。反対側のモールドですね。この反対側のモールドの部分が透けて見える感じですね。食玩と並べるとこんな感じです。食玩に比べるとだいぶ大きくなっていて、ここもクリアパーツで、これも、まあ、塗装なのかちょっと成型色なのか分かりませんけど、綺麗ですね。食玩の時はなんで2種類あるのか謎だったんですが、どうやらこれは表と裏だったみたいですね。あと食玩の時はちょっと裏が大変なことになっていたんですが、今回はいいですね。まあ、ちょっとこの赤い部分は謎ですけど、まあ、ジニス様の細胞から抽出したと言ってるってこととか、ブラッドゲームというだけあるので、もしかしたら血のようなものかもしれないですね。ホエールチェンジガンと一緒に並べると分かるんですが、まあ、結構このメダル大きいです。3番は名馬メダルです。こんな感じで入ってます。袋から出すとこんな感じです。表も裏も特に違いはないです。まあ、雑魚的なの名馬を出す時のメダルです。大きさはもちろんさっきのコンティニューメダルと同じです。食玩と並べるとこんな感じです。やっぱり肉抜き穴がないのはいいですね。塗装もしっかりしていて高級感があります。これなんかここ剥がしたなんかチョコレートが入ってそうですが、食べられないので注意が必要です。こちらなんかこれジャムみたいだったり、あとはチョコの中にワインが入っている大人のチョコのような雰囲気もあります。次の4番はジュオバスター10モードです。こんな感じで入ってます。シールは2枚でメタリックです。取り出してシールを貼り終わりました。いやー、これはまあ出来はいいんですけど、もう何回目だという話なんですが、もう完全にまあ数合わせですね。これまでのジュオバスターを並べるとこんな感じです。まずこれが第1弾のノーマルです。そしてこれが
第2弾のクリアバージョンですね。このクリアが綺麗ですね。透明です。そして今回の第4弾の方は、まあ、一見同じですけど、まあ、シールがメタリックになっているのが違うとこですね。中はこんな風になっています。シールは2枚でメタリックです。取り出してシールを貼りました。これも3回目です。他のジオバスターと並べるとこんな感じです。左のこれが第1弾のノーマルです。そしてクリアバージョンの第2弾ですね。透明で綺麗ですね。そして今回の第4弾のバージョンは、まあ、シールがメタリックでここだけ違います。全部並べるとこんな感じです。さすがに4回連続重要チェンジャーはなかったみたいです。最後まで見てくれてありがとうございます。変形合体するものを毎日レビューしているので、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。